こんにちは、もめです。日本一周心霊スポットの旅特別編ということで、現在地は山梨県です。あー、やっぱ山梨いいですね。一面山です。このチャンネルではバイクで日本一周しながら全国の心霊スポット待っています。ということで、気がつけばいつの間にかもう年末ですね。いやー、やっぱバイクは寒い。まあ、ということで、このチャンネルを始めて今ちょうど2年ぐらい経ちました。2年前のクリスマスに初めて動画を投稿したんで、ほんとちょうど2年ぐらいですね。まあ、最初はね、とにかく働きたくないという理由で始めたこのチャンネルですけど、本音が腐っています。気づけばね、なんと33万人の方にチャンネル登録していただいてるということで、本当にありがとうございます。まあ、ということで、今回は特別編ということで、俺が今まで行ってきた心霊スポットの中で怖かった場所ベスト5を映像とともに発表したいと思います。まあ、副音声が入ってたり、未公開シーンがあったり、あとはコメントでいただいた心霊現象の部分をピックアップしたりとか、まあ、過去動画を見ている人も楽しめるように作ってあるので、よかったら最後までご視聴ください。ということで、早速発表していきます。第5位、千葉県の奥越トンネルです。ここは今も使われているトンネルなんですけど、隣接している湖で昔水難事故が起きてから、トンネル内で男性の幽霊が出るようになったって言われている場所です。まあ、かなり山奥にあるトンネルでね、結構不気味な場所だったんですけど、まあ、本当にね、最初からずっと何かに真後ろをつけられてるような、まあ、そんな感覚がずっとあった場所ですね。まあ、それで最後バイクでの帰り道ですね、一番怖かったのが、まあ、その一番最後の部分が第5位にした理由ですね。え、こっち？この先っぽいですね。マジで。はい、ということで、心霊スポットに向かっているところですね、これは。まあ、めちゃめちゃ山の奥にあるトンネルなんで、すごい山道を走っていくんですけど、なんかすげえ怖い道でしたね。やばいやばいやばい、早く行こう早く行こう。割とさ、細いのにガードレールもないし、横崖だし。なんだこれ。はい、廃墟だ廃墟だ廃墟だ。なんだ。あ、お墓だお墓だお墓だ。あー、なんだ。ちょっと待って。あった街灯が。で、トンネルの手前で街灯があったんで、そこで機材の準備したんですけど、もうこの時からね、周囲の気配みたいなのがものすごかったですね。やばいやばいやばい、何の音。よし、準備 OK。 ちょっと待って、どっから今の音、何、俺の真後ろから今音がしてるんだけど、なんでって、これ待って、着いたかも。これか、そりゃこんなとこ誰も通んないよ。ちょっとね、一回バイクでじゃあ通ろう。お邪魔しまーす。うわ、空気変わったな。ああ、脇に穴がある。抜けた。うわー、これだ。橋ですね。うわ、気味の悪い橋。この両脇がでっかい池になってんすけど、池ってか湖か。これが水難事故があった。ああ、やばい。湖ですね。結構長かったな。てか、かなり長かったよな、多分。ん？なんか、声聞こえなかった。てか、何これ。声の聞こえた方に、お地蔵様が。こんばんは。すいません、夜遅くに。お邪魔いたします。なぜあんなところに、お地蔵さんが。なんか動いた気がしたんだけど。気のせい。やっば。嘘でしょ。これはね、ほんと怖かったですね。もうかなりはっきりした足音がほんともう真後ろから聞こえてきたんで、ここにいる間中ずっとなんかが真後ろついてきてたような、そんな感じでしたね。奥越水道です。昭和33年3月だって。
お邪魔しまーす。やっぱやばいとこってやばいっすね、マジで。ここで幽霊出てきてくださいなんて言えないもんね。これ撮影が3月ぐらいだったんですけど、若干暖かくなり始めてきてたのかな、まあ、なんですけどトンネル内はものすごい寒かったですね。本当にね、冷蔵庫の中みたいですね。寒。うんって言わなかった。うんって。またまあ、でこのトンネル、ところどころに横穴が開いてるんですよね。工事中にね、瓦礫とか捨てるための穴だったらしいんですけど、この中でも幽霊が出るみたいな噂がありました。ちょっと入ってみましょう。上すげー水滴だらけじゃん。ちょっとね、すっげーキラキラしてる金色の。これ金色の何なんだろう。朝鮮トンネルの洞窟より狭いな。この先は行き止まりですね。行き止まりなのかなあれ。てかまあこっからちょっと水がめちゃめちゃ溜まってるんで行けないですね。なんか後ろ振り向くのがめちゃめちゃ怖くなってきちゃった。やばい。やべえやべえやべえ。出よう出よう出よう。苦しい。なんかね、すーげー気配する。なんか今出たところで誰かが待ってるような気がしたもん。なんか何これ、なんかの陶器だよね。びっくりしたびっくりした。これ顔だ。ほら、足ピッタ。こっちもだ。何これ、マジビッタ。何これ、まあ、なんか天使ですかね多分。何の音？声しない声しない。誰か来た。あ、撃て。本当に誰か来た。でトンネルの中間で一回外に出るんですけど、まあ、昔はもともとここもトンネルだったらしいんですけど、崖崩れでトンネルが2つになっちゃったみたいですね。ちょっと待って、そっち何があんの。なんだこれ。あ、それでこの場所で初めて見つけたんですけど、この千羽鶴的なやつ。これね、この後5箇所ぐらいで同じようなものを心霊スポットで発見するんですよね。もうしかもバラバラの剣で。これすげえ音しなかった今、ドーンって。この悲鳴みたいな声。なんかの鳴き声ですね多分。
いや、お邪魔しました。っていうかさ、県外なんですけど、ずっと。どうしよう、道あんまり覚えてねえ。で、これ帰り道なんですけど、これがね、今回この動画を第5位にした理由ですね。もうね、本当こっからちょっとパニックになっちゃいましたね。あー、そこやばかったな。これやばい、なんか声聞こえなかった。ちょっと待ってよ、マジ。うわー、待って、やばい、後ろからなんか、ちょっと待って、大通り出た、あー、ちょっと待って、やばい、なんかやばい、待って、よかった、車がいてくれたよ。今の対向車とのすれ違いで、正気を取り戻したわ。死ぬほど背後から気配がしたんだよな。なんか変な感じ、背中があったかい。はあ、なんかあそこやばかった。やっぱなんつうか、何かがいるっていう感じがすごい伝わってきましたね。おお、もう着く。こんな山奥にあるんだな。あ、ここかな。着きました。この先かな。おお、綺麗。はあ、着いた。はあ、めっちゃ綺麗。よし、テント立てよう。ということで、次の発表です。第4位、茨城県の旧月居トンネルです。ここは今は廃道になってて、まあ、見た目はね、まあ、ザ・心霊スポットって感じの場所なんですけど、まあ、人が亡くなってるとかの曰くはないんですよね。まあ、なんですけど、トンネル内で子供の幽霊が出るって言われてて、夜行くと後ろからお母さんって話しかけられるって言われてます。ここもね、気配とあと声みたいなのがすごい場所でしたね。まあ、現場では聞き取れなかったんですけど、まあ、実際に映像にも声みたいなのが入ってて、でこれも最後が怖かったんですけど、まあ、一番怖かったのが動画の編集中ですね。まあ、なんか動画の中で俺が言ってることが、まあ、全部つながった感じがしました。もうちょいで着きます。はい、ということで心霊スポットへ向かっているところですね。直前までね、土砂降りで、この時は小雨ぐらいになってました。急道なんでどっか入ってくんですよね、脇道に。左、右。おー、ここはもう使われてない道ですかね。うわー、結構奥まで行くな。こっからはもう道がすっげー荒れてんな。トンネルありました。着きました。到着しました。旧月居水道です。はあ、なんかすごいな。配管がぶち折れてるもん。はあ、すげえ湿気。この先で通行止めになってるんですかね。とか、なんか通行止めの看板があるけど、意味をなしてないですね。お邪魔しまーす。はあ、すげえ。なんで俺はこんな場所にいるんだ。
中はまあ手掘りになってますね。ボコボコ。何の音？何の声？何の声？バカはって言わなかった。やっぱここはね、嫌な感じしますね。息が吸いづらい。本当に何の声？水の音かな。声みたいなのしない？わかんない。水なのか、この音は。水の音なのか。子供の幽霊がこんな場所にいるって、何かあったんですかね、ここで。パチって言った。抜けました。でトンネルを抜けた先もずっと荒れ果てた廃道が続いてたんですけど、で脇に何軒か廃屋も立ち並んでて、それもともと知らなかったんですけど、車で、まあ、とりあえずそっちの方に行ってみました。ここやばいな。やばいやばい、マジで行きたくないっていうか帰りたい。もうやばいやばい、なんか俺怖がりになってる。もともとなんだけど、なんかわかんないな、体調コンディションが悪いのかな。ちょっと待って、ここいなんか胸が締め付けられる。ほんと気持ち悪くなってきた。廃屋ですね。あ、だるまがある。室内にだるまが置いてあったんですけど、これがなんかめっちゃ怖かったですね、まあ、一瞬動いたように見えて、まあ、そのカメラの映し方の問題だと思うんですけど、映像で見てもね、なんかちょっと若干動いてるように見えるんですよね。めっちゃ怖いね。なんかだるまこっち見てきそう、ぐるんって。え、びっくりしたびっくりした。俺が動かしたのかと。なんかだるまが動いたように感じた。気のせいか。怖い、だるま怖い。でこっちは中には入らないんで、ちょっと待ってね。こんな感じになってます。すげえ、もう倒壊寸前だ。ほら屋根とか。屋根がもう U の字みたいになってきてるもんね。奥はもう崩落してるね。あ、あれカレンダー何年だろう。1月何年の1月だろう。何年とか書いてないな。あ、4月か。あ、1998年。ここで時が止まってますね。トンネルの方に戻ります。すいません、お邪魔しました。夜遅くにすいません、失礼します。したらトンネル戻ります。ほら声みたいのがさ、まあ水の音だね。なんか声がマジで聞こえんだよな、ちょいちょい。うん、女の人の笑い声してました、正面から。
ちょっと待って待って待って。はいはいはい、ものすごい気配が。で、これは最後に暗闇検証ですね。点検します。これやばいな、やばいな、やばいな。あ、これダメかも。ちょっと待って。今までの中で一番やばいかも。生きた心地がしない。大丈夫だ、大丈夫だ。そうだよ。暗闇検証やばいな。暗闇検証して何が起きるんだろう。なんかいいことある？いや、てかここがやばい。ここはやばい、特にやばい。あ、やばいやばいやばい、もうダメだ。あー、ちょっと、おしまい。で、撮影を終えて帰るところなんですけど、こっからね、入ってた声みたいなのがちょっとゾッとしましたね。これがこの動画を4位にした理由ですね。あ、なんか動かなかった、そこで。あ、なんか動かなかった、そこで。なんか動かなかった。よし、帰りましょう。おしまいです。びっくりした、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 びっくりしたよ。俺のバイクだったわ。お邪魔しました。失礼しました。ありがとうございました。本当に。よし、帰りましょう、帰りましょう。あー、結構霧が出てきましたね、ほら。よし、帰ります。で、これは帰り道のエンディング撮影の時なんですけど、まあ、後々ね、動画を編集してなんか声みたいなのが入ってて、ここで言ってたのはこういうことだったのかっていうのがちょっとなんかリンクしましたね。はあ、なんかめっちゃ怖かったぞ、あそこ。まあね、遠くに何も起きなかったっちゃ起きなかったですけど、なんか気配みたいなのはね、もうすっごいしました。っていうか、なんつうんだろう、背後からの気配が消えないんですよね。そう、消えないよね。これなんだろう。で、今回はグラストラッカーできました。久々、ちょっとね、4方が今バラバラなんで、久々にこいつを動かしました。やっぱたまには乗ってあげないとね。久々にかけたら全然エンジンがかかんなくて、めちゃめちゃ大変だった。あ、もう日が沈んじゃうな。これ今日貸し切りです。お客さん俺だけみたいですね。しびれ子です。寒い。はあ、でも綺麗ですね。おお、すごい。ちなみにここはね、なんか伝説があるみたいで、昔牛鬼っていう化け物が住んでたみたいで、で、武士に退治されたらしいんですけど、牛蜜時になると今もこの湖に牛鬼の妖怪が出るらしいですね。すごい、めっちゃ凍ってる。霜柱、気持ちいい。まあ、ということで次の発表です。第3位、奈良県の白鷹狼です。まあ、ここはかなり有名な心霊スポットで、まあ、廃神社になってるんですけど、もともと霊能力者の人が宗教施設として作ったんですよね。でも今は朽ち果てちゃってるんですけど、まあ、中では、ね、幽霊の目撃がものすごい多くて、肝試しに行った人が取り憑かれて、まあ、そのまま失踪してしまったっていう話とかもあります。ここはね、一番最初の旅で最後に訪れた場所なんですけど、とにかく一刻も早く帰りたかったです。その場にいられないっていうか、まあ、あんな悪感がした場所は初めてでしたね。
この先ですね。はい、ということで心霊スポットに向かってとこですね。立地的にはそんなに怖い場所じゃないんですけど、住宅街も近いし、畑の中をずっと進んでいくとね、廃屋と鳥居が現れて、急に荒れ果てた感じになるんですけど、いきなり別世界に来ちゃったみたいな感じの場所でしたね。うわー、すっごい、なんだこれ。こっちはなんだなんだなんだ。うわ、これだな。これ鳥居だよね。これが入り口ですね、多分。急に着いたな。とりあえず用意します。到着しました。白鷹狼って書いてあるね。入っていきます。お邪魔します。で、この柱に書いてある中井重乃さんっていうのが、まあ、あの超強力な霊能力者で、で、この宗教施設の創始者ですね。うっ、フクロウだ、フクロウ。すげえ野生のフクロウ初めて見た。半端じゃないですね。マジでやばいです。鳥居がありますね。すごいな、道が。下もぬかるんでて。これはなんだろう、トイレかな、トイレですね。窓も割れて祠が見えましたね。待って、やばい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 、人の声した、人の声した。うーって、いや、ここマジでやばい。うわー、中は入らないですけど、外から、いや、本当に廃墟って感じですね。天井も抜けてるし、やばいぞマジで。この現場の雰囲気がクソやばいですマジで。お邪魔します。失礼します。キツネのでしょこれ。まあ、この辺はね、なんか綺麗だったんで、今も誰かが管理してる場所ですね多分。すいません夜遅くに。すごい、これは何だろう、祠なんですかね。 なんだろうこれ。ちょっと開けるのはやめときましょう。ちょっとね、待って、気のせいだよね。ちょっと待って。ダメだダメだ、やばい。ちょっとそこに今人いた気がする。本当にね、奥の方に人が立ってる気がして一瞬。まあ、この辺りからね、めちゃめちゃここにいるのが苦しくなってきましたね。やばい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 、ちょっと恐怖レベルで言ったら今までで一番かもしれないです。ちょっと待って。だ。足音見てました。なんかすごい分岐がいっぱいあって分かんないな、どこがどこだか。ああ、これがその滝修行をしてた滝ですかね。で、あれが防空壕だな多分。すごい道が。で、ここが白鷹狼の最深部ですね。ここにね、滝があって、で、その滝がすごいパワーがあって、信者の人はみんなそこで修行してたみたいですね。ああ、すごいな。で、その横に防空壕跡があるんですけど、昔そこの中で少女が幽霊に取り憑かれて死んでしまったっていう噂があって、で、そこが白鷹狼で一番ヤバい場所って言われてます。つい30年40年前までは普通に使われてて、多分信者の人が毎日ここに通って滝行とかしてたんでしょうね。なんか当時の風景がなんか脳裏によぎるっていうか、なんか変な感じがする。まあまあ、お邪魔しまーす。で、これが防空壕内部ですね。なんか今はもう封鎖されて入れなくなっちゃったみたいですね。失礼します。すげー、
鎮魂って書いてありますね。こんな感じ、すごい奥まで続いてる。ちょっと待って、すっごい後ろ側気配がやばい。ちょっとここ入れないかも。ちょっと落とした、上から落とした。やばいな、ちょっと待ってね。ちょっと待って、この中に入れない。これスペースボックスやっていきたいと思います。こんばんは、誰かいますか？こちらの宗教に入っていた方ですか？女性の方ですかね？おいくつですか？お名前を教えてください。はい、あ、ちょっと聞き取れなかったですけど、ありがとうございます。茂野さんですか？ちょっと待って、もうダメだこれ。本当にお邪魔しました。すいません、ありがとうございました、夜遅くに。まあ、特に何が起きたってわけじゃないんですけど、本当にねこの場所は一刻も早く離れたかったですね。なんかものすごい嫌な感じがずっとしてました。尋常じゃない嫌な感じがしますね。その中井茂野さん、相当な霊能力者だったみたいで、やっぱ霊の、うわ、また落としたちょっと。やっぱ霊の、うわ、また落としたちょっと。ということで次の発表です。第2位、埼玉県の羽生田村です。ここは廃集落でホラーゲームサイレンのモデルになったって言われてる場所ですね。過去に一家雑事件があったとかの噂もあって、で今でも多くの亡霊がさまよってる場所って言われてます。でここは初めて俺がキャンプ泊した心霊スポットなんですけど、マジで発狂寸前でしたね。まあ、心霊スポットで一泊するっていうことがあんなにも恐ろしいことなんだっていうことを思い知らされた場所ですね。あ、でこれをこっちか。熊出没注意。なんかどんどん奥地に入っていきますね。はい、ということでこれは羽生田村に向かっているところですね。しかもソロキャンプなんて初めてなんで、ちょっとワクワクしますね。楽しみだな。え、ちょっと待って、いや、なんで、いや、またさっきの場所に出てきたんだけど。何これ、ナビ通り行ってたよね。引き出持っちゃった。あれ、ちょっと待って。で明るいうちに行ってまずはテントを設営するんですけど、全然道が分かんなくて30分ぐらい探しました。これじゃん。めちゃめちゃ迷いましたが、まあ、入り口らしきところを見つけたんで、ここからはちょっと徒歩で向かいたいと思います。早速廃墟がありますね。あ、なんだこれ、お墓と、これ神社ですね。あ、これも廃屋だ。こっちも廃墟。目の前ぐらいまで行けると思ってたんですけど、バイクで結構長いこと歩きました。うわ、なんだこれ、電柱っていうか鉄柱が90度に曲がってますね。どうやったらこうなんので、あっちの奥にも廃墟みたいなの見えますね。分岐がある。あ、もうすぐそこに廃墟見えますね。とりあえずじゃあ廃墟の方行ってみますか。
うわー、すっげえ。本当に口果ててますね、もう。うわー、左にはお墓ですね。いや、なんか本当に現実じゃないみたい。あ、こんにちは。で、これが羽生ダムの入り口にある六地蔵ですね。こんにちは。すいません、ちょっと今日は止めていただきます。すいません、変なこととかしないんで、よろしくお願いします。あっちも廃墟ですね。なんだろう、いやもうね、めちゃめちゃ広いよこれ。もうさっさとテント張る場所決めよう。うわー、これすごいな。今人の声聞こえなかった、廃墟の中から。完成。暗いな。あ、いいですね。なんかもうすごい足音見てる。待って、死ぬほど暗いぞ。中はこんな感じですね。今6時43分。あー、すごいな。ちょっと待って、なんか何やってんだ俺。一回風呂に行くんで、ちょっと風呂に行って夜中帰ってくればいいんだね。ちょっとじゃあ一回下界に帰ります。はい、ということで温泉に行って帰ってきました。結構雨が降ってましたね、この時。なんかライトがビームみたいになってるもん。霧がすごくて、うー、でっかいがだ。おい、どいてくれ。通ります、通ります、通ります。いや、さっき来た場所と同じとは思えないですね。ちょっと待って、気のせい、足音聞こえたんだけど、後ろから。で、ここの部分結構コメントでいただいたんですけど、真後ろから足音みたいなのして振り返ったんですけど、まあ、その時真ん中のところにね、なんか煙みたいなのが立ってるんですよね。まあ、多分息とかではないと思うんで、これは何なんですかね。すいません、戻りました。ごめんなさい、夜遅くに。俺が置いた500円あるかな、あるね。すいません、宿泊代です。よろしくお願いします。テントは無事ですね。テントって防水だよね。それそうだよね。やべえば、開いてたじゃん。うわ、え、俺開けてたっけ。で、俺はちょっと待って、ちょっと待って、俺開けたっけ、閉めてないっけ。誰かいたら、誰もいないよね。うわ、結構濡れてんじゃん中。アホだな俺。冷静になっちゃやばい。冷静になったらアウトだね。ちょっとアドレナリン高めで行かないと、ずっと一気に来ますね。なんかふとした瞬間に、マジで何してんだろう俺。信じられない場所にいますよ今。落ち着いて、落ち着いちゃダメだ。ちょっと待って、どうしよう。まあ、ちなみに羽生田村の中はだいたいこんな感じになってるんで、とりあえず時計回りに回っていくことにしました。変みたいな。何の音、何の音、何の音。すごい、なんか、あ、井戸水ですかね。ちょっとびっくりした。途端に水滴が当たったんですね。はあ、すごいな。原型をとどめてないですね。すごいですね。こうなっちゃうんですね、木造のあれって。一時敷設、どういう意味だろう。一向校長、うん、こんばんは。本当にすいません、夜遅くに。ちょっとだけ入らせていただきます。失礼いたします。
ふーって言わなかった。こっちからもなんかやばいな、本当に男の人の声っぽかったんだけど、気のせいか。ちょっとあーすーごい霧が、ここに入った瞬間ですね。なんだろうこれ、さっきまでと比べ物にならない霧ですね。ほら、こんばんは。あ、ここはなんかお賽銭入れる場所ですね。お賽銭入れたいんだけど、ちょっと財布取り出すのは困難なんですよね。すいません、明日入れ、いや今入れとくか。いや、この中で財布取り出したくねえ、めんどくせえ。すいません、今出します。これ鳴らさない方がいいよね、夜中は。鳴らした方がいいのかな。いや起こしちゃうよな、よくないよね鳴らさない、絶対。すいません、ゆっくりちょっと入れさせていただきます。ちょっと待って、すいません。なんかお賽銭入れた時、この神社の方から落としなかった、なんかコンコンみたいな。お邪魔しました。あー、どんどん霧が濃くなってく。マジでホラー映画じゃんこれ。ほら、すごいですねマジで。やっぱ至る所から変な音するよ、声みたいなさ。すごいな、うわ、倒壊してますね。あ、これも小屋だったんだ多分。いや、オラオラまた女の人の声みたいなのしたんだけど、すごいな。でこっち側は全然まだ残ってますね、原型が。原型がなんか残ってる方が不気味ですね。はあ、うわすごい。あれ炊飯器かな、違うか。であっちはあれはコンロっぽいですね、ガスコンロですね。あー、でほら釜飯炊くやつ、すごいな。あー、であれ五右衛門室だ多分、あそこにあるの見えるかな。ほらほら落とした、何の音何の音。ブラシ、これ髪研いでたんですね。こっちなんだろう、こっちも獣道がありますね。すごい続いてるんですけど、早く行き止まって。で、何もないかこっちは分からんけど、はあ、うわー、まだ続いてるよ。なんだろう、テレビノイズみたいな、ラジオノイズみたいな、何の音だろう。すごい、結構綺麗な、あ、お風呂なんだ。お風呂オンリーですねここは。昔は別れてたんですかね、さっきのが家の中にあったから。まあ別れてた家もあったんですね。後ろから落としなかった。足音。こんばんは、すいません夜遅くに。え、な、何今の音。こんばんはって、あんま照らしない方がいいよね。すごい、なんかお墓。お邪魔しました。すいません、一通り回りましたんで、ありがとうございました。とりあえずテントに入ろう。うーって言わなかった今誰か外で。やばいやばい、もう耳を澄ますのがやばい。もうやだ、ほんと無理。なんでここで寝なきゃいけない。雨音に混じって、ほんとたまに変な音が、まあ、雨音が足音に聞こえるのか分かんないですけど。今1時14分です。しかも県外。もういっか、普通に寝るか。もう
当に一刻も早く意識を失いたかったんですけど、もう寝よう寝ようとするほど全然寝れなかったですね。まあ、ずっと雨音が聞こえてるんですけど、まあ、雨音以外になんか歩くような音とか、なんかを引きずってるような音とか、そういうのが聞こえてきて、もう本当にね、気が狂いそうでしたね。本当にテントの外でも普通に村の人たちが生活してるみたいな、なんかタイムスリップしちゃったみたいな感覚に陥りましたね。で、本当に下山するか迷ったんですけど、まあ、持ってたノイズキャンセリングイヤホンをつけて、まあ、ずっと海の音を流して、まあ、なんとか寝ることができました。で、翌日の朝ですね、なんだかんだで5時間ぐらいは寝ました。おはようございます。だいぶ雨やめましたね。朝土砂降りだったもんな。すげー明るいとやっぱ綺麗。ちょっと明るい廃墟も撮っときますか。はあ、ほんと昨日の夜と全然違うね。はあ、すごい。お邪魔しました。やっと片足終わりました。すいません、どうもありがとうございました。全然寝れなかったですけど、とてもいい場所でした。また来ます。嘘です。こんなのんびりソロキャンしたの初めてですね。そしたらキャンプ飯作っていきます。めっちゃいい匂い。そう、できたー。カレーです。ちょっと見栄えがちょっとあれですけど、いただきます。うまっうまっ。米も適当に炊いた割にはよく生きてる。ごちそうさまです。マジ寒い。よし、寝る準備できました。マジ寒い。ていうかカイロ熱くなんないんだけど、なんで去年の冬買ったんだけど、カイロって期限とかあるんですか。やばいぞ、死んじゃうよ寒くて。氷が全く溶けないですね、それは。ということで続いての発表なんですが、第1位の前に番外編です。まあ、その番外編の場所は俺が人生で初めて一人で行った心霊スポットなんですけど、まあ、もしかしたら一番怖かった場所と言ってもいいかもしれないですね。まあ、あんなレベルの恐怖は後にも先にももうないかもしれないです。まあ、そこが神奈川県の山上トンネルです。ここは神隠しで有名なトンネルで、まあ、肝試しに行くともう戻ってこれないっていう噂があったり、まあ、トンネルのそばで殺人事件とかもあって、心霊現象の噂が絶えないお化けトンネルって呼ばれてる場所です。こんにちは、豆です。日本一周がスタートしました。はい、ということでこれが本当に旅初日ですね。まだ撮影に慣れてないんでめちゃめちゃ声が暗いですということなんですけど、俺はすでに神奈川県の厚木にいます。そうで、 GoPro のトラブルで全然動画が撮影できてなくて結構へこんでましたね、この時。ということで夜まで何しよう。
はい、ということで夜まですることがないので、近くにある結構有名なパワースポットの大山阿夫利神社に来ました。でここは未公開シーンですね。結構時間かけて神社行ったんですけど、まあいらないかなって思って本編ではほぼカットしたんですけど、せっかくなんでちょっと公開したいと思います。っていうかここに来るまでの映像も全部撮れてなかった。何これ、 GoPro。 はあ、なんか開けてきた。おー、すごい滝だ。おー、すごい綺麗。そんで途中でケーブルカーに乗るんですけど、頂上付近まで6分ぐらいですね。めちゃめちゃ景色いいですね。どこだ神社は。下社、本社。まだ歩くんじゃん。天下太平。おお、これか。これ本社？本社かな。わかんねえ。もう一回ここで。着きました。ここは何の御利益があるんだろう。大山阿夫利神社は心願成就とか、あとは商売繁盛とかの御利益があるみたいです。違うわ、今の本社じゃないわ。本社90分歩くんだ、こっからまた。いや無理だろ。ちょっと今回は本社は見送ります。はい、ということで心霊スポットに向かうところですね。確かめちゃめちゃ緊張してましたね、この時。なんかドキドキしますね。まあドキドキっていうより動機ですね。まあ言ってもたかが心霊スポットですからね。まあ気楽に行きましょう。もうちょいですね。だいぶ街灯が減ってきました。街灯がどんどんなくなってきますね。なんかそれっぽくなってきましたね。ちょっと待って、いきなり街灯がいきなりなくなっちゃった。だって俺これ行くの、マジでこれ行くの俺。ここから死ぬほどビビり散らかしてますけど、本当にパニックになってました。ちょっと待って。何これ。あ、橋か。待って。ちょっと待って。本当にこれ行くの俺。ちょっと待って。待って、暗すぎるよ。待って、先が全く見えない。もう明かりが当たってないところがちょっと背後が怖い。待って。あ、後ろ向いちゃダメだ。待って。光が当たってないところがさ、一回戻ろうかな。何これ。ちょっと待って。想像してた100倍怖いんだけど。まだたどり着いてもいないのに。何これ。小屋だ。はい、廃屋。ちょっと待って。ダメだ。あんま見てられない。全身をなんかが包む感じ。待って、俺なんでこんなことしてんの。ちょっと待って。ほんと甘く見てた。なんか。どんどん怖くなっていくんですけど。何木か。まあ、ここまで来ちゃったんでね、仕方なく行きましたけど、ほんと何回も引き返そうと思ったし、走ってる間もね、ずっとこれ終わったら、もう旅を終わりにして家に帰ろうってもう真剣に考えてましたね。そんぐらい怖かったです。あれだ、見えてきた。YouTube で見たやつだ。熊にご注意ください、やって。待って、バイクはちょっと、すぐに逃げられるように、ちょっと反対側向けて、止めるか。よし、ライトついた。エンジン切りたくない。ヘッドライト切りたくない。とりあえず準備しよう。ちょっとカメラが遠すぎて何言ってるか全くわからないですけど、確か意気込みでも話してたのかな。どんぐらい歩くんだろう。この辺からはね、だいぶ落ち着いてきましたね。こんな感じ。結構長そう、道が。これよく YouTuber 一人で来れんな。ほんとくじけそう。マジで俺何してんの今。着きました。山上トンネルです。奥が見えないですね。結構長い。ちょっと待って、ガサガサ行った。今すいません、お邪魔します。失礼します。心霊現象を体験したいとか言ってたんですけど、本当に何事もなく終わってほしいです。なんか背中が痛い。バイク乗ってたからか。そうで、なんか心霊スポット行くと背中痛くなるんですよね。普段はね、全然痛くならないんで、やっぱちょっとおかしいですよね。これじゃダメだよ。
もっと積極的にさ、その心霊現象を体験しに行かないとさ、来た意味ないじゃんね。トンネルとりあえず抜けました。抜けた先は結構開けてますね。カーブミラー分なんかすげー寒気する。なんかさっきからパキパキ落とすんだな、ちょっと後ろの方から。怖くて後ろ振り向けないよ。やっぱ一人だと全然違うよ。この先はひたすら道が続いてるだけなんで、引き返したいと思います。ちょっと止まって、なんか足音みたいのしたんだけど、待って、本当に何今の音、誰かいる？いや、キュッキュッみたいな、あ、多分動物の音か、鳴き声かな。出口見えてきた。はあ、なんか背中が痛いっていうか重いっていうか、なんかとりあえずトンネルはおしまいです。あー、一回ここでちょっとサムネ撮影しなきゃな。やだな。これが心霊スポットでの初めてのサムネ撮影ですね。まあ当たり前か。で、この時撮った写真を今チャンネルのアイコンにしてます。早く落としたそれじゃあ戻ります。公衆トイレ開ける？最後で、この仮設トイレもすごい幽霊が出るっていう噂が多い場所ですね。開けときますか、公衆トイレ。開けるよ。で、トイレ開けて右上の方にトイレットペーパーが置いてあるんですけど、コメントでそれがちょっと顔に見えるみたいないうのをいただいて、で見てみたんですけど、ちょっと確かに顔みたいに見えますね。割と綺麗だしね、ちゃんと整備されて。で、次の扉開けたところでもちょっとうめき声みたいなのが入ってるっていうのをコメントでいただきました。開けます。確かにちょっとうめき声っぽく聞こえる。できたできた。戻りましょう。頑張った、本当に頑張った。よく一人で心霊スポット行ってる YouTuber とかあんな冷静でいられるような。で、最後の帰り道、若い3人組の人たちとすれ違ったんですけど、懐中電灯持ってなかったんですよね。人じゃない、人間だよね。でした。ライトなしで来れるような場所じゃないんですけど、あれは本当に人だったんですかね。はあ、帰ってきました。なんとか無事神隠しにも合わず、時刻は2時23分です。帰って寝よう。朝だ、おはよう。寒い、すっげえ空気が澄んでる。ということでね、次が最後の発表です。第1位、北海道の湧別炭鉱です。
ここは石炭を掘り出すための炭鉱だった場所ですね。炭鉱って昔はすごい危なかったみたいで、200名近い人がこの場所で亡くなってるって言われてます。それで北海道一の心霊スポットって言われてるような場所なんですけど、当時はものすごい栄えてたらしいんですけど、実際行ってみるとね、今ではもうゴーストタウンみたいになってて、そのギャップみたいなのもすごい怖かったですね。当時の面影もかなり残ってるんで、そんで結構森の中を歩くんですけど、本当に尋常じゃない恐怖と、あとなんか孤独感がすごかったですね。本当人里離れた場所っていうのもあるんですけど、なんかこの世に人間は俺しかいないんじゃないかっていう、そんな錯覚を起こすような場所でした。道路に何かいる。でっかいでっかい何かが。はい、ということでこれが湯別炭鉱の手前の町ですね。ここはかつて炭鉱城下町としてめちゃめちゃ栄えてた場所だったんですけど、今ではもう見る影もないぐらい廃れてましたね。っていうかもう人が一切いませんでした。もうすぐなんですけど、こっちに来るにつれてどんどん廃墟が増えてってるんですよね。ほらこういうのとか多分全部もう、ほらこれとか、ほらこういうのとかもアパートだね。なんかもう今朽ち果ててますけど、多分その炭鉱が栄えてた時に人が暮らしてたんでしょうね、この辺は。うわーすげえ、ほんとゴーストタウンって感じですね。消えた街、湯別の記憶、消えた街だって。あーめちゃめちゃ寂しいですね。なんかほらこれ小学校ね、昔はここに子供たちが通ってたんですね。マジでなんだろう、日本じゃないみたい。もうそして車が1台もいないマジでどうなってんだ。あマジで映画の中の世界みたいです。ああちょっと待って、この辺からなんだこれ、獣臭がすごいですね。でこれが湯別炭鉱の入り口ですね。てかもうめちゃめちゃ敷地がでかくて、ここから先がずっと心霊スポットって言われてる場所ですね。県外ですね。ここでね、県外のはずなのに電話がかかってくるみたいなことも書いてあったんで、あーこれ書いてあったやつだな。はあ、これがねなんだっけ、売店ですね、購買。昔は、デパートみたいな感じだったらしいんですよね、これ。いやー。マジですげえ。だってこんなボロボロですけど。大勢の人はここで生活してたんですもんね。でこの煙突も結構有名な曰くがある場所で、煙突のてっぺんから子供が手を振ってて、その子供に手を振り返すと、次の瞬間煙突の上に自分がいて、でそこから真っ逆さまに突き落とされて死ぬみたいな、そういう曰くがある場所ですね。あ、これはこれは何やろ。これはトロッコの跡ですね。この上を多分炭鉱を運ぶトロッコが走ってたんだと思います。すごい、なんかすごい風景。いやこれはほんと昼間来といてよかったわ。なんかちょっと感動しますね。でこっちは何だろう。でもう全部カットしてるんですけど、結構走り回って探し回って、やっとこの林道みたいなのにたどり着きました。すごいレンガがいっぱい落ちてますね。大昔のレンガですね。レンガ作りのなんか建物の跡ですね。あ、で多分あの正面に見えるのが病院かな。廃病院ですかね、あれが。こっちの病院側にはどうやって行くんだ。このまま登ってきゃいいのかな。夜いきなり来てたらやばかったっすね。うわー。でこっちも階段があるな。階段を登ると、あ、これが多分これが湯別炭鉱跡地って言われてるところですかね。これ全部基礎ですね。あ、でこれがお風呂って書いてあったんだよな。本当のお風呂なのかな。
で、ここが湯別炭鉱の病院跡なんですけど、炭鉱で怪我された方とか、で、あとはまあ爆発事故に遭った方とかが多分みんなここに運び込まれてたんですよね。だからまあ相当な数の人がこの中で亡くなってるって感じですかね。で、湯別炭鉱の中で最も幽霊が出る場所とも言われてます。あの有名な霊能力者の義母愛子さんとかが来て、あまりにやばかったんで途中で断念したとか、あとは中に入るともう二度と戻ってこれないとか、いろんな噂が渦巻いてる場所ですね。はい、ということで一回ホテルに行ってまた夜戻ってきたところですね。昼間ねどんな感じか見ちゃってるんで、この時点でもう死ぬほど怖かったですね。もう鹿の町とかしてるんですねきっと。待って、本当に怖い。マジで行きたくない。やばいやばいやばい、引き返したい。本当に今すぐに引き返したい。うまく息ができない。やばいな、早く終わって。到着しました。湯別炭鉱の入り口ですね。まあ、ここもね、心霊現象の報告がある場所なんで、まあ、ここもっていうか、まあ、この先からずっとですね。なんか光ってんな。動物だな。何かわかんないけど。なんだろう、近づいてきてない？スピードボックス、ちょっと使ってみますか。すいません、今スピリットボックス起動させました。すいません、ちょっとこれから中探索させてもらいますんでよろしくお願いします。はいよみたいに言わなかった。うーわー、もうこっからやばい。ありえないぐらい心臓が今締め付けられてます。ちょっとなんつうのかな、俺何してんの、どこだっけ、もう暗くて分かんないな。っていうか昼間行っといてよ。あ、これ昼間来た購買場跡ですね。で、このチリンチに行ってんのは熊よけの鈴の音ですね。ちょっとうるさくてすいません。またやっぱもう別世界ですね。お邪魔します。こんばんは、誰かいますか？ちょっと待って、もう無理かも俺。こんな寒気がするの。で、今なんか外からね、女の人の声みたいなの聞こえた気がしたんですよね。お邪魔しました。やばい、本当にやばい。びっくりした、びっくりした。なんか人がいたのかと思った。な、見間違いか草かな、わかんない。なんかそこに人が立ってる気がしたんですけど。待って、マジでやばいぞ。ちょっと早く次のところ行こう。あー、これ煙突かな。煙突ですね。煙突のてっぺんに人が立ってるってことなんですけど、立ってないですね。あれがてっぺんです。ちょっとね、煙突の下まで行けるっぽいんで、ちょっと行ってみましょうか。めちゃめちゃ不気味ですね。うーわー、こんな感じです。すごいな。でかいなんかがいた。なんだろう、なんだかわかんないけど。何今の、クマじゃないよね、わかんない。なんか黒かったな、
黒かった気がしたな。黒と白。次行きましょう。ここだけかな。おー、なんでこんな道入っていかなきゃいけないの。やばくないこれ。よし、これもう最後ですね。これは最後のゾーンだもんね。ちょっと待って、これやばくないっすか。マジやばい。今までで一番かもしれないです、これ。その心霊の恐怖と、あと自然の恐怖みたいな、入り混じって、まあ、ものすごい怖かったですね。ほんと、ここの森にいる夢みたいなのをたまに見るんですよ。マジでトラウマになってます。ほんと、ダメだ、持ってかれちゃう。ぼーっとしてるとやばい。ほんとにやばいです。やばいしか言ってないな。やばいな、マジで。声しなかった。ほらほら、はい、わかりましたかね。多分これが俺の全動画の中で一番コメントで心霊現象の指摘が多かった場所ですね。まあ、なんか声みたいなのが聞こえて振り返ったところで奥の方に白い物体が横切るんですよね。鹿じゃないかとかそういうコメントもあったんですけど、拡大してスローとかにしてみても鹿ではないんですよね。じゃあ何なのって話ですけど、謎の物体としか言いようがないですよね。なんかくねくねしたものが木の後ろから現れて移動してまた木の後ろに消えていくみたいな感じですよね。これはマジで何なんですかね。はあ、炭鉱跡に来ました。すごい。こんばんは、誰かいますか。ちょっと待って、背筋がっていうか吐きそう。やばい、やばいかも。あ、やばいやばいやばい。どうした。ごめんなさい、ちょっと俺無理だここ。はあ、やばいです。うっ、やばいやばい。中から声した。絶対本当に。俺はね、本当にはっきり人の声みたいなの聞こえたんですよね。まあ、ライトなしで人が入れるような場所じゃないんで、まあ、絶対中に人はいなかったと思うんですね。どうしよう、マジどうしよう。ほんと最悪だよ。何が。ダメだ。ここでね、定点検証とかしようとか思ってたんですけど、無理、はあ、ビデオカメラの方がなんか安いですね。はあ、ね、雰囲気的にあの辺から声がしたんですけど、ダメだマジで。最後じゃあスピリットボックスだけやって帰りましょう。こんばんは。夜遅くにすいません、本当にごめんなさい。これ終わったらもうすぐに帰るんで、少しお話できますか。もともとこの辺に住まれてた方ですか。ちっちゃいな声が。すごいいい場所ですね。なんかすごい綺麗だし、周りも。で、なんかね、ちょっとそうですね、帰ります。本当すいません、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。すいません。帰りましょうか。はい、ということで心霊スポットの旅特別編でした。寒い。あー、でもなんかすげー爽やかな朝。
おお、すげー、綺麗。冬キャンもいいですね。クソ寒いけど。マイナス5度だって。そりゃ寒いわけだ。今9時半なんですけど、マイナス5度ってやばくないですか。そりゃ寒いわ。いやー、もう今年も終わるのか。マジであっという間だったな。どうなってんだ。まあというわけで、今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。それでは良いお年を。